どうも皆さんこんにちは、 DK ヒーローです。いやー、最近ね、暖かくなってきて、桜なんかもね、結構綺麗に咲いていますよね。お花見とか行きたいなーなんて思いますけどもね、まだ今年も行けそうにないので、来年こそはですね、お花見とかそういうのができる環境になってるといいなーなんて思いますよね。さあ、今回はですね、すごいカスタムガンをお借りいたしました。こちらでございます。じゃんじゃかじゃかじゃかじゃん。さあ、何やらですね、かっこいいガンケースが出てまいりましたけども、この中に今回のカスタムガンが入っているわけです。というわけで、今回はこちらの紹介でございます。さあ、それではですね、こちら開けていきましょうか。一体どんな銃が入っているのか、いきます。ロックを開けて、せーの、オープン。じゃかじゃかじゃーん。さあ、まずは書類が出てまいりましたね。 BB 弾とかクリーニングロットとかいろいろ入ってて、そしてこちらにね、ベースとなった銃の取扱説明書と、フリーダムアート限定品、ご使用の前に必ずお読みくださいというですね、注意書きが入っております。そうなんです、今回はですね、フリーダムアートさんが制作した5丁限定のカスタムガンでございます。はい、それがこちらでございます。じゃじゃじゃん。はい、こちらですね。はい、今回のこちら、フリーダムアートが制作した究極それっぽい銃です。まあ、こちらいろいろね、大人の事情がありますから、商品名はそれっぽい銃っていう風になってますけども、仮面ライダー01に登場したジンの銃のかなりプロップガンに近いカスタムガンでございます。はい、私の動画をご覧になってくださってる方は記憶になるかもしれませんけども、以前もですね、フリーダムアートさんが制作した仮面ライダー01ジンの銃というのは紹介したんですけども、あの時よりもさらに劇中で使用されたプロップガンに近いカスタムが施されている仕様というわけでございますね。で、今回のこれはもう先にお値段言ってしまいます。今回の究極それっぽい銃、お値段はですね、税込み8万7000円となっております。と思うかもしれませんけども、まあ、この後説明するカスタム内容を聞いていただければ、まあ、納得いただけるかなという感じですかね。で、今回この究極それっぽい銃、こうやって動画で紹介して皆さん買ってくださいっていうためにお借りしたのではなくて、とある企画のためにお借りしました。まあ、それがね、どんな内容なのかはお楽しみにといったところですかね。はい、それでは近くで見ていきたいと思います。それでは究極それっぽい銃というか、ジンの銃、近くで見ていきたいと思います。まずこちらの銃、ベースとなった銃は東京マルイのガスブローバックガン、ナイトウォーリアです。なんですけども、いろいろカスタムパーツがついていますので、オリジナルのナイトウォーリア感はなくてね、非常にかっこいい銃になってますね。はい、それではまずはマズルです。こちらのマズル、ジンの銃では非常に特徴的なフロントブロックがついていますね。このフロントブロック、もともとはですね、デザートウォーリアのアキュコンプだったんですけども、それをですね、仮面ライダー01の劇中ではこのような感じで加工されて使用されていたので、フリーダムアートさんもそれに合わせてアキュコンプ01という名前でこのフロントブロックを販売しています。特徴としてはですね、オリジナルの状態ではここのマズル周りがですね、デコボコ状のストライク仕様だったんですけども、それを全部削り落としてこのように平らな状態になっているんですね。そしてここにネジが2本ついている、これが特徴ですね。そしてこちらにはこんな感じでネジが切ってあります。このフロントブロック、エボニー&アイボリーみたいでかっこよくて、私は結構好きなんですよ。そしてフロントブロックとセットでアンダーレールもついています。フラッシュライトなどを取り付けることが可能です。はい、そしてスライドです。なんとですね、このスライド、オリジナルのナイトウォーリアを加工したのではなく、特注品のスライドです。そしてここにくぼみが入っているのと、あとはこちらにもくぼみがついているのが特徴ですね。実際に仮面ライダーの劇中ではこちらに滅亡人雷ネットとステッカーが貼ってありました。なので劇中の銃を完璧に再現したいという方は、ステッカーを自作してここに貼っていただければと思います。はい、そして後ろのコッキングセレーションのさらに後ろ、ここにもね、くぼみがついてるんですよ。はい、そして反対側ですね、反対側はこんな感じの造形になっています。で、この特注品のスライド、切削加工で作っているらしいので、エッジの立ちが非常に綺麗です。ちなみにこのスライドだけでお値段2万5000円だそうです。まあ、特注品ですからね、それぐらいしますよ。はい、そしてですね、
こちらバレルブッシング仕様となっているのも特徴ですね。結構ですね、こういうカスタムガンってブッシングを外してしまう場合っていうのも多いんですけども、これはねちゃんとバレルブッシングがついている状態ですね。で、このバレルブッシングとアウターバレル、リコイルスプリングガイドはこの銃の純正品です。で、リコイルスプリングプラグは谷横場のモデルガンのものがついているそうです。はい、そしてリアサイトです。リアサイトはウィルソンタイプのものを樹脂で再現しています。そしてフロントサイトです。フロントサイトは無色の集光アクリルサイトがついています。ちょっとピントは合わせられませんけども、サイトは覗くとこんな感じになります。はい、続いてフレーム側を見ていきましょうか。まずはですね、このトリガーガードの前のパーツ、これはですね、前回紹介したものでは既製品のカスタムパーツを切って加工して取り付けていたんですけども、今回はもう加工ではなくてこのもの自体をパーツとして作ったようです。ちなみに素材はポリウレタンだそうです。はい、そしてトリガーはこのような形状のものに変更されています。で、サムセーフティはアンビタイプですね。で、グリップセーフティはビーバーテールタイプで、ハンマーはスケルトンタイプのハンマーが装着されていますね。はい、そしてこのグリップ、このスケルトングリップなんですけども、以前紹介した時は金属製のものがついていたんですけども、現在はですね、あのグリップが流通していないみたいで手に入らないみたいなんですよ。なので今回こちら、このトリガーガードのこのパーツと合わせてですね、それっぽいパーツセットということでポリウレタンで作成したようです。で、こうやって見るとですね、結構スカスカですので、強度的に大丈夫なのかなって不安になる方もいらっしゃるかもしれませんけども、実際触ってみるとですね、全然不安感はなくて結構しっかりしていますね。なので普通に握って打ったりする分には全く問題ないと思います。はい、そしてマガジンは特に変更はありません。マガジン挿入するとこんな感じです。このスケルトングリップのおかげでですね、マガジン入っている状態と、入っていない状態で銃の印象が若干変わるのが特徴ですね。はい、とまあ近くで見るとそんな感じでございました。はい、という感じでですね、今近くでご覧いただきましたけども、本来であればいつものこの流れだとこの後シューティングレンジでね、実際に撃ってきた映像をご覧いただきましょうと行くところなんですけども、ちょっとね、今回のこちらの銃87,000円っていう高額な銃ですからね、さすがに撃ってる最中に何かちょっとトラブルが起きてしまったらやばいので、今回はちょっと撃つのはなしで勘弁してください。まあ、ただですね、今回実際に撃ってはいないですけども、ベースの銃がですね、東京丸井製、そしてさらにですね、アキュコンプを搭載したフリーダムアートのカスタムガンということもありますので、おそらくですね、普通にめちゃくちゃ当たると思います。何よりですね、このフロントブロック、ここでインナーバレルを保持していますので、多分ですね、安定した射撃を見せてくれるはずなんですよ。なので最高のファンアイテムであると同時に、サバイバルゲームとかシューティングでも使える性能を持った銃ということになりますね。はい、まあ今回はそんな感じでございました。はい、というわけで今回ですね、こちらフリーダムアートが制作した究極それっぽい銃の紹介でございました。で、まあ今回ですね、この究極それっぽい銃紹介してきたわけですけども、この銃の完成度めちゃくちゃ高いです。実際にですね、撮影で使われたプロップガンを私見たことあるんですよ。本当にこんな感じでした。まあぜひですね、フリーダムアートさんのサイトで撮影で使われたプロップガンの写真も上がっていますので、まあ、そちらを見ていただいてですね、この銃の完成度をですね、確認していただければと思います。まあ今回のこのカスタムガン、アキュコンプですとか特注品のカスタムスライドを使っている関係上、まあ割とお値段はしますけども、それでも非常に完成度が高いカスタムガンですので、仮面ライダーゼロワンファンの方、ジンのファンの方、はたまたね、こういうかっこいいガバのカスタムガンが好きな方はチェックしてみてはいかがでしょうか。そんな感じで、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良ければ評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、じゃあね。